こんばんは、ヨガステのサゴです。今日は5分間の瞑想で1日あったちょっと嫌なこととか大変だったこととかを手放していくということを私と一緒にやってみましょう。それではよろしくお願いします。はい、それでは始めていきましょう。自然なあぐらで座っていて、ちょっとお尻のお肉をですね、横にかき分けていきます。座るための骨、座骨が出てきて、マットやブランケット、床でも大丈夫です。根付かせてあげましょう。おへその少し下あたりに丹田という場所があるので、ちょっとだけそこ、力を意識していきます。そうすることで腰が丸まったり、反対に反り腰になったりを防いでくれて、ご自身の真ん中のポジションが整いやすくなっていきます。両手は楽なところに置いていただいて大丈夫です。どちらかというと手のひらを上向きにすることでリラックス効果が高まると言われています。不安がなければ優しくまぶたを閉じていきましょう。または少し半目ぐらいにして鼻先を見つめるようにしていただいても大丈夫です。この状態で一度肩を前から後ろにくるーっと回していきましょう。鼻づまりがなければまずは今のご自身の自然な鼻呼吸を繰り返していきます。やりにくければ口呼吸を入れていただいても大丈夫です。まぶたを優しく閉じている方は、もし眉間にシワを寄せているなと感じたら、なるべくお顔の緊張をほどいていきましょう。唇同士は閉じたままで、歯と歯の間、少しだけスペースを保たせるようにしてみます。奥歯の噛み締めもなるべくほどいておきましょう。ポジションが安定していたら、少しずつ呼吸をコントロールしていきます。鼻から吸う息はたくさん吸ってみましょう。吐く息の時、少しお腹を緩めて、お腹を風船のようにぐーっと膨らましてみます。腹式呼吸です。ちょっと分かりにくいなと思ったら、おへそのあたりに軽く手のひら添えていただいても大丈夫。吐く息の時にその手のひらがぐーっと押されるよう、お腹風船、空気を入れ、体の全身に酸素を送り届けてあげましょう。呼吸を細く長く穏やかにするだけで、自律神経のバランスも整っていきます。今日一日あった出来事など、いろんな考え事を手放すように意識をちょっとずつ向けていきましょう。無理なく考えないようにしようとすると、反対に考えてしまうことがありますね。そんな自分を受け入れてあげて、ゆったりとご自身の呼吸に意識を向けていきます。体の中、いらない力みが取れていき、リラックスした状態へとつながっていきます。体の緊張が解ければ、それが心へとつながっていき、心もリラックスしていきます。
ただただご自身の呼吸に意識を向けていきましょう。あと1回ご自身のペースでゆっくりと吸い、細く長い呼吸吐ききれたら、優しくまぶたを開けていき、目に光を入れていきます。はい、今のこのリラックスした状態のままゆっくりと仰向けに入っていきましょう。仰向けに入れたら、体を少しゆらゆらさせて、手の位置やりやすいところにセット、足もふわっと楽な幅へと置いておきます。今のゆるんだ体をそのまま仰向けへとつなげて、リラックスさせていきましょう。吸い気では体の全身に空気を送り届けて、吐く息、体が重たくマットに沈み込んでいき、このリラックスしたご自身の心と体を大切に、ゆったりと呼吸を繰り返していきましょう。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。もしよければグッドボタンやチャンネル登録、コメントもお願いいたします。次の動画でもお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。